チャンネル登録者1000人の収益ってどんなもんなのっていう動画でございます。いやー、タコども水色だということでね、今回なんですけど、タイトルサムネにある通り、チャンネル登録者1000人の、ゲーミング実況者のね、水色平常の収益ってどんなもんなのっていう動画でございます。まあ配信とかでね、リクエストみたいな形でリスナーから聞かれたので、本当はね、いやしくないみたいな話をしたのよ、その時に。ちょっといやしくないその動画って言ったけど、いやでも気になるし、もともと平常いやしい系やみたいな、すごい誠実ですよ、はい、ということでね、今回なんですけど、まあ収益公開と、その他自分のなんか大まかにしか言えないので、まあ、自分の考察を交えてね、まあ、いろいろ話していけたらなと思います。まずちょっとその流れ、いつ収益化したのとか知らない人のために、まあ、いつ頃からの統計だよっていうことも兼ねて少し話そうかなと思います。自分はね、まあ、約1年ぐらい始めて、まあ、BO4 がメインだったんですよね。 BO4 からメインでちゃんと実況とか撮り始めて、まあ、早1年ぐらいだよね、多分、まあ、1年ぐらいやった結果、まあ、1000人11月11日に1000人達成して、12日に収益化の申請をね行ったんですよ。でそしたらなんとね、15日にもう晴れて収益化の申請が通りまして完了したんですよ。でこれ結構異例だと思うんですよ。他の、自分もそうだったんですけど、他でブログとかサイト持ってる方とか、そうね、Google AdSense っていう媒体を使っての広告収益になるんですけど、これはちょっと裏事情みたいな感じになって、知ってる人は知ってると思うんですけど、そんなわけで、まあ、AdSense っていう広告をね、まず広告の媒体を持ってなきゃいけないんですよ。本当はそれを申請してから、YouTube アカウントに関連付けて、まあ、申請通るか通らないかみたいな、まあ、ほとんど通ると思うんですけど、そういう流れなんですけど、この AdSense を取るっていうのがすごい長いんですね、本当は。自分はもともとブログとかサイトの運営もしてるので、AdSense を持ってたんですよ、だいぶ前から。で多分それを関連付けてつけただけなので、かなり早かったんじゃないかなと、思います。まあ、多分ゲーミング実況やってて、これぐらいの人数で AdSense 元から持ってる人ってのがあんまりいないんじゃないかなっていう感じはする、うん、本当に YouTube で多分 AdSense 取るのって簡単なんじゃないかなと思うんですけど、サイトとかで撮るのってすごい難しくて、代行で30万円とか、まあ、安くても10万、20万っていう、お金で代行を受けてる人とかもいるぐらい、ブログ界隈とかの中では難しい、取得が難しいって言われてる媒体なので、 YouTube にしてみてはやっぱり1000人の4000時間再生っていう、また厳しい規約が設けられてる通り、そのね、難しさっていうのが、まあ、YouTube やってなくても、ブログやってなくても、サイトやってなくても、まあ、分かるかなと思うんですけど、まあ、そんなわけでね、15日には収益化が完了しましたと。で今回はね、その15日から11月いっぱいの収益と、12月の、まあ、大まかな概算だよね。まだ12月って言っても、まあ、31か30ぐらいまであるじゃないですか。でその大まかな概算が自分の 見立てもね込みで、まあ、少し何かに例えながら、紹介しようかなと。なんで、まあ、ちょっともうズバッと言っちゃうんですけど、11月収益1000人達成しましたよって言ってから、まあ、約15日間の収益が、PS4 のコントローラーを変えるぐらいですね。 PS4 の限定版かな、うん、PS4 のコントローラーって言ってもなんかいろいろあるから、まあいい感じの、想像していい感じの PS4 のコントローラーのちょっといい限定版のやつ、もうパッて、もうはっきり金額言うと多分規約違反なので、まあほとんどの人がぼかしてると思うんですけど、自分もね、まあ例え何かないかなって探したところ、まあ、PS4 のコントローラーのいいもの版ぐらいが買えるぐらいでした。まあ内訳に関してはあまり詳しくは、まあ、言わないでおきたいんですけど、一応せっかくなのでね、言うと、お祝いとしてスーパーチャットすごいいただいたんですね。当時収益化したばっかだとやっぱり過去の動画が何千回再生とか何万もあったんですけど、それらってのは収益化した時点で広告が載ってからの、収益なので、まあ、全然入らないんですよ、もちろん最初の方は。自分の場合は、まあ、しがないゲーム実況なので、まあ行って何千、まあ平均的には200、300とかかな、
っていうとこなんですよ。まあそんな感じのやつで、やっぱり初月のメインとしては、まあ、スーパーチャット投げ銭ですね。こう自分のことを前から応援してくださってた人たちが、まあおめでとうおめでとうってラッシュでね、本当にもうガン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 、こんなもらっちゃっていいのみたいな、もうすいませんすいませんみたいな感じで本当にくださったので、それが本当に大きかったのかなと思います。まあ言っても何万とかが1000人の限界なのかな、初月のね限界なのかなと思います。で次12月なんですけど、12月はね結構ヒット作が出たんですよ。ヒット作っていうのはあれなんですけど、部屋紹介っていうことで、思いっきり自分がね年末ということでレイアウトを変更したくて、この後ろも映ってると思うし、まあ、動画にもしたと思うんですけど、バーってねもう壁紙まで張り替えて1日2日ぐらいかけて、もう本気で部屋の模様替えをね、過去一でやったんですよ。そしたらそれがまあ伸びまして、今で2万8000回ぐらい再生されてるんですよ。それのおかげもあったし、あとちょくちょくなんか投げ銭をねスーパーチャットしてくださる方もいるし、その 2.8 万の再生のやつもそうだし、あとメンバーもね、メンバーも通ったんですよ俺。すごくない？メンバーも通って、もうすでにね、何人かなってくれてて、それの分もあって、自分にしては結構いい伸びしたなっていうのがあって、部屋紹介のさ、2.8 万もすごいんですよ。もともと1万再生とかは、1万人とか登録者いる人が、ポンって出したら、まあ大体3000から8000ぐらい固定でいくじゃないですか。しかも部屋紹介ってめっちゃ伸びやすいじゃないんですよ。サムネを凝らして、ちょっとねパッと開いた時にいい感じの部屋が映ってればみんな見たがるじゃないですか。なのですごい伸びるジャンルなんですよ。だから何万登録者とかっていう人のよく見ると何十万再生とか言ってるじゃないですか。でも俺1000人ですよ。1000人が2万8000回再生言ってるんですよ。28倍よ。えげつなくない？でも本当にびっくりします。本当に見てくれた人と、それから登録してくれた人が本当に多くて、マジでありがとうございますって感じ。でそういうのもあって、すごい今日喋るね、すいませんね。そんなわけで、12月、まあこれからもちょこちょこ増えるかなって感じなんですけど、12月の収益、まあ、これも例えになっちゃうんですけど、皆さんぎゅうぎゅうって知ってますか？ぎゅうぎゅう、銀座じゃない、六本木だったかな、六本木は西麻布にある、YouTuber ヒカルとかね、まあ、大食いの人とか、まあ、いろいろギュウギュウって調べるとすごい出てくると思うんですけど、まあ、YouTube は御用達のね、すごいもう豪華なお肉屋さんなんですけど、自分もね、その、自分焼肉すごい好きで、この間も焼肉動画出したし、まあ、ちょくちょく Twitter でも行ってますみたいな話をしてると思うんですけど、まあ、必死にお金を貯めてね、行くんですよ。で、そこでお腹いっぱい食べれるぐらい。ちょっと贅沢してお腹いっぱい食べれるぐらいが、12月の、まあ、見込み収益も兼ねての、大まかな収益イメージできるかな。まあ、分かんない人はゆうぎゅうのホームページ一応貼っとくんで、そっから俺だったら何食うかなみたいなのをちょっと計算して、こいつこんだけかみたいなのそのやってみてください。それは本当に人によってね変わってくると思うんですけど、それ予想するのは面白いでしょ。そんな感じで。でね、本当に自分はもう、その、広告の1再生の単価っていうのが、大体分かったんですよ。やってきたから、その、アナリティクスっていう統計情報が見れるんですね、YouTube は。それで見てると、大体この人はこんくらい言ってんなとかも大体分かるんですよ。まあ、概算なんですけどね。だから例えば、YouTube の COD の実況者、ハセシンとか、まあ、めっちゃトップはヒカキンとかね。ああいう風な人たち、トップ YouTuber たちがどんくらいいくかっていうのは、まあ、大体広告単価と広告何個つけてるかで計算できるようになるんですけど、そういうのやるとね、本当に YouTube 市場やべえなっていう、もう、わーって感じだよね。本当に。夢はあるよね、確かに。YouTube に今、500人とか400人とかで頑張ってる人がもしかしたら見てくれてると思うんですけど、マジで頑張った方がいいと思います。俺は別に、まだ、YouTuber として生きていける側の人間じゃないんですけど、一応もう収益いただくのでプロっていう部類には入ってくると思うんですよ。仕事になるので、収益入るか入らないかで言ったら入る側にいるので、一応まあそういうことも言う側っちゃ言う側なんで、別に偉そうにしたいとかじゃないんですけど、まあ本当に
YouTube 頑張りたいなって人はもうぜひ頑張った方がいいなと思います。だってさ、こんなに、まあ俺ちょっとキレながらやる時もあるんですけど、こんなにさ、リスナーとかとね、わちゃわちゃしてさ、ね、コミュニケーション取りながら楽しみながらね、ゲームできたりとか、動画上げたらコメントとか反応もらえて、それに自分の趣味で努力値にお金が入るってめっちゃ幸せなことだと思いません？だからね、俺はね、YouTube 頑張ろうかなと思って今やってるんですけど、はい。まあ、そんなね、熱く語っちゃうとちょっと止まらなくなるので、今回にしておきましょう。はい、そんな感じかな？本当に思ったより、こいつ持ってもらってんなっていう反応もあるだろうし、いやいや、もう前実際こんなもんかい、まだまだやなみたいな思った人もいるだろうし、まあ、本当にね、もう十人十色の考え方なので、まあ、全然わかんないと思うんですけど、俺はどう思われてるのかわかんないけど、まあでも自分としては本当に思ってた以上にこう伸ばせるんだなっていうのがわかったので、モチベにもつながったし、まあやっぱり1000人になってそういうのが入るようになったからこそ、まあ、よりいい動画のクオリティをじゃないけど、いきなりはレベルアップできないですけど、俺も人間だしプロじゃないので、でもやっぱりそうやってメンバー入ってくれたりとかスパチャーもらったりとか、何回も言うけど切れる時あるんだけど、でもやっぱりこう全体を振り返ってみると、あー、なんかリスナーに支えられてんなみたいな。ちょっと俺が言うとさ本当になんか偽善者みたいだよねすげえ思ってんだけどさ、でも俺が言ってもね、なんかこいつなんか言ってるわみたいな感じに取られちゃうと思うんですよ長々と喋りましたよ、今回は。気になる人もいるんじゃないかなっていうのと、まあ正味自分のネタになるのでっていうことで、今回ね、節目なので出させていただきました。もし好評であればまた2000人とかね、まあいつ行くか分かんないんですけど、2000人とか、またその節目がね、もう1100、1200、1300なんてやってたらさ、バカみたいだから、もうせめて1000の区切りでとかね、また機会があれば出そうかなと思います。またね、後日、1000人ありがとうございました動画も出すよっつっても出せてなかったので、しっかり撮ってね、意思表明をさせていただきたいなと思いますということで、今回めちゃくちゃ長く喋っちゃったんですけど、少しでもね、参考にって言ったら違うね、まあ面白かったかなっていう感じで、はい、ということでね、この顔面を見ながらの雑談トークどうでしたでしょうか。まあ、もしよかったら高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバイ。なんでペン持ってんだろうね